こんばんは、皆さん。ようこそようこそ。英語ファイルチャンネル初のゲーム配信になります。よろしくお願いします。ちょっと配信状況を確認させてください。はい、大丈夫そうですね。BGM も、優雅な BGM もいい感じで流れてると思うんですけど、皆さん大丈夫でしょうか。あ、レノンさん、早速コメントありがとうございます。よろしくお願いします。大丈夫そうですね。はい、ということで今回はですね、試しにゲーム配信をしてるんですけど、アクリキさんこんばんは、よろしくお願いします。皆さん、そもそもクロスワードって馴染みありますかね。フレッシュマンさんこんばんは、よろしくお願いします。そう、クロスワードって意外と歴史が結構浅くてですね、確か100年ぐらいしか歴史がないんですよ。でイギリスで始まったのかな。で大体新聞の一番後ろのページに載っていて、でこれをやるのがまあ知識人のね、楽しみっていうか、まあ、自分はほとんどやってなかったんですけど、知識人がここで自分の語彙力とかあと知識を試すわけですけれども、まあ、この前ね、ワードルっていう単語ゲームがすごい流行ってたので、まあ、動画作ってみたら、試しにねちょっと作ってみたら意外と反響があったので、こういうなんか英単語のゲーム関連のものって求められてるのかなって思ったところ、この発想が思いつきました。あ、皆さん早速いろいろありがとうございます。太鼓さんこんばんは、よろしくお願いします。そうそうそう、That's what she said さん、その通りですね。英字新聞でよくあるんですよ。ミカさんこんばんは。岡チャンネルさん、あ、ワードハマりましたかと。よろしくお願いします。浪人生さん、休憩に一緒に楽しみますと。よろしくお願いします。あ、アニさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、ティンタンさんこんばんは。よろしくお願いします。カノアさん、よろしくお願いします。そうですね、これは新しい企画、ちょっと試してみようと思ってやってみてます。アトイさんこんばんは。アイクラくんさんこんばんは。NHK からクロスワードの雑誌が出てた気がします。あ、そうなんですね。ミカさん、クロスワード好きですよ。雑誌もあります。あ、そうなんですね。日本語だとあれですかね。多分カタカナでやるやつが多いんですかね。岡チャンネルさん。格子状にまっすぐな線のはずなのにガタガタに見える。あ、ガタガタに見えますわ。皆さん大丈夫ですか？見えてます？まあ、文字さえ見えてれば問題ないと思うんですけど。英検二次試験近いですね。あ、そうですね。そう、来週結果が出たらね、二次対策関連の動画たくさん出していきますので、楽しみにしていてください。ティンタさん、日本語のクロスワード割と得意です。おー、そうなんですね。じゃあぜひ今日はね、この英語のやつ楽しんでいきましょう。じゃあ、結構44人の方にも集まっていただいたので、早速始めていこうと思うんですけど、まあ、簡単にルールを説明するとですね、まあ、この横と縦、がありますね。で、それぞれにヒントがあるんですよ。この across っていうのが横っていう意味なんですけど、例えば1番の across だからこれですね。これは、そしてこの括弧の中にあるのが文字数です。だから5文字ありますと。で、これがヒントです。で、そのヒントっていうのは単語の定義になる場合もあるし、まあ、単なるヒントになることもあります。で、普通の一般的な英単語だけじゃなくて、例えば、なんか映画の名前とか、小説の名前とか、作家の名前とか、まあ、難しいやつはそういうのが出たりします。ただ今回は初めての試みなので、なるべく簡単めのやつを選びました。だからぜひね、皆さんと一緒に解いていければいいかなと思います。なんかどれぐらいね、時間かかるかちょっとわかんないんですけど、頑張って一緒にやっていきましょう。アマークさんこんばんは。よろしくお願いします。アミカさん、あ、なるほど。完熟語とかもあるんですね。でも新聞とかにあんまり見ないイメージですよね。英字新聞ならほぼ必ずあるんですよね。アッコさんこんばんは。読売新聞に毎週掲載されている英語クロスワードの一時期ハマったのを思い出しました。おお、そうなんですね。ぜひぜひ今日またね、その感動を思い出していきましょう。ハッピーさんこんばんは。子供たち3人と参加しています。一番分かったって言ってます。あ、一番もう分かった。お、すごいですね。ぜひぜひ。なので皆さんもね、いろいろ当てながらやっていきましょうよ。じゃあとりあえず順番通り
言ってみましょうか。だからこの one across rub hard。 さあこれ私多分わかるんですけど、皆さんどうですか？ちなみに私もこれ初見です。だからどうなるかわかんない。今簡単に見たところ、多分ねわかんないやつもいくつかあるんですけど、クロスワードのいいところはこれ交差してるので、例えばじゃあこの3番、縦の3番が分かんなかったとしても、1番、横の1番と横の9番と横の10番を分ければこう埋まっていくんで、それがヒントになるんですよね。さあじゃあ one across、 分かった人がいればどんどんコメントしてください。お、カノンさんゴシゴシだからスクラブ。はい、私もそう思います。そうで、じゃあ早速、ちょっと今音出ました。カチッって多分音、音出ちゃいますね。ちょっとうるさいかな。これ、今のうるさかったら教えてください。音をなくします。ただ音なくすと、この優雅な音楽も同時になくなります。はい。で、これね、正解かどうかちょっと、多分これ、このチェックっていう、これをクリックしたら多分わかるんですけど、やってみます？どうしよう。いや、これはじゃあなしにしましょう。あ、ちなみに、reveal はその答えを教えてもらえちゃう。うん。なんかこれ、なるべく使わずにコンプリートしていきましょうよ。プレテイさん。先生、こんばんは。前日の福岡の密着動画、とっても楽しかったです。ありがとうございます。見ていただいて。いやー、たくさんね、コメントいただいて嬉しかったです。クロスワード楽しそうです。よかったです。ぜひご参加ください。あ、クリックさんも大丈夫です。と。見た感じが大丈夫って感じかな。はい。じゃあ、あ、音が大丈夫ってことかな。ありがとうございます。あ、音出てないかな、これ。出てないといいんだけど。ゆうたさんは B。あ、4番の下、これですね。インセクト。はい。まあ、そうですよね。やりましょう、じゃあ。はい。埋まりました。じゃあ次、どこに行きましょうか。あ、ごめんなさい。ちょっとね。あ、ちょっとずれちゃいましたね。これでいいかな。これなんだ？あー、ミカさん、バグ。なるほど。そうか、これありえますね。4の縦。だからそう、このヒントがちょっと微妙なんですよね。その、虫の同意語なのか、虫の種類なのかっていう、結構いろんな解釈の仕方があるんですよ。そこが一つの楽しみ方でもあるんですけど。あ、一度音なしでやってみます？音なしにすると、こんな、あ、でもこれだと私が聞こえなくなる。ですね。これで音なしになってるはずです。はい、どうやらほとんどの方はバッグなんじゃないかと。うん、これね、どっちもありえるんですよ。クロスワードで言うと Type of insect かもしれないし、 Another word for insect かもしれない。だからこの9の9番の横が何になるかによりますね。ただこれ難しいですね。9番の横って Bewilder ってなんだ。驚く、驚かせる、難しいですね。そう、じゃあこれはどうですか。これが分かれば、これが G で終わるか E で終わるか。 Spiteful、 これはね、悪意があるとかそういう意味ですね。あ、 T さん、 perplex。 お、正解っぽいぞ。さっきの bewilder ですね。 bewilder、 じゃあちょっと入れてみましょう。はい、ちなみに音どうなってます？音楽多分消えましたね。はい、音楽ない方がいいですかね。時間の表示は最終的なスコアとかに影響出るんですかね。ああ、そうだと思います。うん、そうだから今もうちょっとで4分経過です。なるべく、そうだからどれぐらいかかるか全然予想できないんですよね。パープレックス、これは間違いないですね。さあここはどうなんだ。スパイトフォー、これはね、マリス、ああ違うな、malicious とかそういう
系の単語かなと思ったんですけど、5文字だからちょっと難しいな。あ、でもそう、これ perplex ってことはこれが E なのでバグではないっていうことになりますね。だから B で多分正解なんだと思います。 snide。 おお、なかなか難しい単語。はい、とりあえず入れてみましょう。バグにしてパズルでもいけます。おお、なんとパズル。なるほどね。ただパズルだとこれ形容詞になるんですよ。でもこれは動詞なのでこれ多分perplexで合ってます。いい感じですね皆さん。ナイスチームワークですね。これできそうじゃないですか。 two down conversation。 え？ C から始まる conversation の同意語。え？なんかチャットみたいな感じかなと思ったんですけど、3番やった方が良さそう。あ、これですね。 modernize。 え？ UPD？モデナイズで現代化する？ U から始まる現代化する？なんか Urban、Urbanize とかなら。さあ、お、お、いろいろ出てきた。あ、アップデートそういうことか。そういうことか。更新する。素晴らしい皆さん。素晴らしいですよ。まさにこういう感じで。やりたかったんですよ。コンフェスはどこだ？これ？コンバセーションでコンフェス。あ、でも入らないですね。文字数的に。キャンバー、キャンバー？ C-A-M ですか？これ私ちょっとね、聞いたことない単語ですね。でもそれかもしれませんね。真実さん、こんばんは。クロスワードやってます。よかったらご参加ください。いや、でもいい感じですね皆さん。この調子だと多分30分ぐらいで終わるんじゃないですかね。2番コンフーだと品詞違いますかね。あー、そうですね、コンフーだと動詞になっちゃいますよね。うん。お、小栗旬さん、こんばんはなんか 今言っておかしかったぜひぜひ楽しんでいってください。こういうのとかできそうですか。5、お、これできそうじゃないですか。 European Country ですって。ヨーロッパの国で5文字で、おそらく2文字目が P。 え？あ、スペインか。スペインですかね、これ。とりあえず、お、アトエさん、さすが。はい。で、これは Shortage、 不足。お、皆さん早い。ヨウさん、正解だと思います。スペイン。6、6 down、shortage。なんか、lack、lacking かなとかって思ったんですけど。shortage、不足。empty。難しいな。お、皆さん、これ見て。ちょっと今、興奮しちゃいましたけど。あ、depletion。deplete。あ、deplete、 deplete、 動詞なら入るんですけど、これ多分名詞なんですよね。そう、ごめんなさい、これなんですけど、これ皆さん、英語ファイルマニアの皆さん、これ分かるはずです。見てください。 egress、 やりました。これ最近英検1級の単語覚えてる人。あ、チャンさん、 deficit、 deficit、 お、ぽいですね。さすが、デフィシット。素晴らしい。ティムタンさん、エグゼット、その通りです。小栗旬さんも正解です。エグゼット、そう、ぜひなんでこういう意味になるのか分かりたい方は、どの動画でしたっけ、超上級編のやつ、あ、そうだったと思います、最近の出した英研究の単語動画見てみてください。おー、いいですね、いい感じですよ。さあ、じゃあ、あ、ここら辺とかいきそうじゃないですか。あ、これはもう分かりましたね。12、
これ、じゃあ皆さんにもちょっと考えるチャンス。ハッピーさん、エグゼット、そうですね。おくりさん、おめでとうございます。 Restrict、 制限する。さあ誰が先に出すか。ケンフジさん、おめでとうございます。 Limit ですね。 Limit。 お、モルさん正解です。ハッピーさん正解です。ヨウさん正解です。カノンさん正解です。素晴らしい、いいですね。そう、これはぜひ私が仮に分かってたとしても皆さんに当てていただきたいですね。これできそうですかね。え？ Thick、 太いで DE から始まる単語ってありますか。太い、え？あ、そういうことか。 Dense、 確かに確かに、太いって訳したからダメだったんだ今。素晴らしい、小栗さん、 T さん、カノアさん、素晴らしい素晴らしい、太鼓さん素晴らしい。デンスですねこれは。はい、密度が、あ、間違えた、 D E E、 あれ、なんかちょっと変な感じになってる。デンス、はい、できましたね。さあじゃあ次はこれ、あ、これ11番チャンス問題ですよ皆さん。 Movies、はい、ケンフジさん素晴らしい。 Films、 はい、お、早い早い、小栗さん、美香さん正解です。加納さん正解です。さあじゃあここいけそうですか。おお、これもそんなに難しくないじゃないですか。 Emblem、 Emblem、 8 down ですね。 8 down、 Emblem。お、シンプル、スタディさん早い、おめでとうございます。真実さん、フレッシュマンさん、小栗さん、加納さん、いくらさん、おー早い早い、素晴らしい。そうですね、シンプル、はい、いい感じです。これいけそうじゃないですか。あー、これわかります。 15 across、 policeman、 ちょっと口語的。ハッピーさん、その通りですね。お、 T さん、そうですね、 COP、 そう、これね、そうなんですよ。 COP っていうのは policeman っていう意味なんですけど、結構インフォーマルですね。ひなさん正解です。サリーさん正解です。アトイさん正解です。ミカさん正解です。 COP、 そうだからね、うん、ちょっとね、なんて言えばいいのかな、ちょっとこう、下に見てる感じで喋るときにコップって使うかもしれませんね。 That cop みたいな、あの警察官やろうみたいな感じでコップって使うかもしれない。ハッピーさん正解です。あ、太鼓さん、ロボコップってありましたね、確かに映画のタイトルに。はい、さあ次はどこに行きましょうか。じゃあちょっとヒントの方を見て、簡単そうなやつがあれば。これなんだ、あー、はい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 、多分わかります。 13 across、 13 across、 さあ、え、パスタって出てますね。パスタはどこだ。 13 across、 どうですか。お、ソルジャー、ソルジャー、確かに入りますね。でも T と N が入る。あ、はい、モルさん、多分ね、それが正解です。キャプテンだと思います。はい。で、あ、フェニックスさん、16番パスタ？あ、これか。あ、本当だ、スパゲッティ。これは、割と優しめ。あ、間違えた。はい。じゃあ次は17とかいけそうですかね。お、楽器です。ハッピーさん正解です。楽器、4文字で E で終わる楽器です。ハッピーさん、パスタ、そうですね。17 across、 どうだ。
小栗さん代表戦見てきます。あ、なんか今日 あるんですか。ベース、あああれベースって BASS じゃないですか。あ、多分オーボエです。うん、ベースは BASS だと思うんですよ確か。あ、サッカーやってるんですね。なんと、しまった、こんなタイミングでクロスワールなんかやってしまった。そうですね、オーボーだと思います。そう、英語だとオーボーなんですよね。日本語オーボエとかですよね。はい、OB。 はい、で次は、え、代表戦もう終わりました。あ、そうだったんですね。あら、小栗さんは、あ、録画を見るのかな。え、なんだこれ、ここにちょっと戻りますけど、コンバセーション、これはちょっと分かんないですね。13番コブラ、あ、っぽいですね。そう、フードスネークなので、まるでフードがあるようなヘビなので、これは間違いないでしょう。どこ行きましょうかね。18 across 行きましょうか。おお、これはね、難しいですよ。足の骨です。これ知ってたらすごいですよ。これは私はあれです、英語の保健体育で学びました。お、藤井さん、あ、待てよ、今二択なんですよね。そう、フィビュラで正解かな。そう、 T から始まるやつもあったんですよね。ティビュラっていうのもあるんで、あれどっちがどっちかちょっと思い出せないんですけど、フィビュラ結構多いですね。なんで皆さん知ってるんですかこんな単語すごいですね。そう、多分これでとりあえずいきましょう。ティビュラもあると思うんですけど、ハッピーさん、にこんな単語あるんですか。コンファブ、聞いたことないですねこれは。すごいな、これはコンファブ、なんかの略語かな。じゃ一応入るんでとりあえず入れときましょうか。コン入れときます。コンファビュレーション、これもちょっと馴染みのない単語ですね。すごい語彙力ですね皆さん。あ、ティビアでしたっけ。全然曖昧でしたね、記憶が。ありがとうございます。さあ、これはなんだ。ペールモーヴ。何？これちょっと紫色っぽいやつです。LI から始まる紫っぽい色ありますか？紫っぽい色。お、なんと、これは見たことあるけど、この単語言われても何色かわからない。ライラックでいいのかな。素晴らしい、ありがとうございます。英語のクロスワードパズル、あさっての入試の大問1に出るには本当ですか。なんと、あ、ヨウさん正解ですね。おそらくライラック、多分ライラックだってますよね、発音。どっかで見たことあるんですよね、ライラック。ライラック、ライラック、ちょっと今ね発音確認してます。ライラック、ライラック、あ、花の色なんです。あ、花なんですね。なるほど、これは自分ではね多分できなかったです。さすが皆さん。どこだっけ。はい、田中さんむずすぎて泣きそう。でもこれもね、そんなに難しくないやつもありますよ。これいきましょうか。あ、これは、でもこれはね、英検1級に出る単語ですね。田舎っていう R から始まる単語です。皆さん頑張って考えてみてください。グリーンさん正解です。ラスティック。
ラスティック。ミカさん、ライラックとか、リラ。あ、リラとも言うんですか？そう、さっき確認したライラックでしたね。カノアさん、正解です。ラスティック。田舎のですね。そう、これだからクロスワードやってると同意語の勉強にもなりますよね。さあ、次はこれいきそうですね。え？シェリフスメン。シェリフはね、保安官なんですよ。なんだこれ？ポー。これはわかんないな。わかる人。14 down。ちょっと音楽戻していいですか？優雅な気持ちになります。ポーセイって言うんですか？これどうやって発音するんだ？これポーセイ。カツサンドさん、こんばんは。どうぞお楽しみください。ポーセイでいいのかな。これ私初耳なんですけど。お金チャンネルさん、ラスティックはサビリタっていうこと？あ、でもそれと関係するかもしれませんね。サビレタっていうのはラスティっていうのがあるんですけど、ポーセイってなんだ？ポーセイ。発音。発音。ポーセイ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 。ポリースのなんか略語とかですかね。ちょっと入れてみますね。ちょっとカチカチっと音がします。あ、はい。え、これ3文字。 Land measure、 土地を測るときに使う単位ですかね。なんだっけこれ、普通に acre と思ったら違いますね。24 across R？ こういう感じ R でいいんですか？こんな単語があるんですか？これじゃあとりあえず入れときます。じゃあ次、これは15 down、ハーブ。CU から始まるハーブ。これはちょっとね、助けてほしいですね。CU。岡チャンネルさん、あ、R って言うんですね。1R。Cumin、ひなさん、ありがとうございます。なんとなくしか聞いたことないです。Cumin。Cumin で合ってるのかな？カノーさん、ティムタムさん。素晴らしい。これはどうやって発音するんだ？キューメン。キューメンでやってますね。これは初耳ですね。ミカさん正解。ありがとうございます。さあ、次はここ行きますか？あ、こう、ん？あ、これはわかりますね。フォーチューンテリングカーズ。5文字。占い。するときに使うカード。さあ、誰が早いか。テイラー、ちょっと長すぎますね。5文字です。ベイビーちゃん、コメントもできません。そんなことないですよ。多分ね、簡単なやつも中にはあるんで。お、ヨウさん、正解だけど、スペルか。そう、イブさん、正解ですね。R のはずですね。あ、結構テイラー多いですね。なんでだ？テイラー、他のところ？他のところかな。これ5文字なんですよ。そう、タロット。あ、原田さん正解ですね。カノさん正解です。そう、ヨウさん、その通りです。あ、さっきのキューメンはクミンなんですね、日本語だと。ハーブじゃなくてスパイス。なるほど。これが間違ってた。タロット、はい。ミカさん正解です。タロット。タロットカードって言いますね。さあ、これはどうだ？あー。18 down。 Anteroom。 アミカさん、フォーチューンテラーそうですね。Anteroom 早いな。
これ待合室って感じなんですよ。アンティで前のって意味なんですね。だから実際自分が行きたい部屋の前にある部屋なので待合室。フォイヤー。これね、正解だと思います。フォイヤー。はい。カレーの香辛料ですね。あ、そうなんですね。やっぱ料理をしてないから全くわからないという。ハッピーさん正解です。さあ、22 across。present。え？これはどっちなんだ？あ、これはあれですね。まあ、名詞でも動詞でもどっちでもいけます。さあ、チャンスですよ、皆さん、これ。難しくない。あ、高野井さん、今から参加します。ぜひぜひ。あともうちょっとで終わります。さあ、これはチャンス問題です。太鼓さん、ギフト正解です。みちこさん、ギフト正解です。あ、ベビーちゃん、ベビー赤ちゃんさん、できましたね。ギフトですね。はい。さあ、ここ行きますか。あ、これまた私の不得意分野が出ましたよ。flower。これおそらく花の種類ですね。25 across。やっぱ一文字目がないとちょっと辛いですかね。なんだろう。25 across。ん？なんちゃにやかな。お、これはちょっと難しいか、皆さん。レジーナ、あ、違うな。レジニアとかあります？レジニア。これはちょっとじゃあ、ね、難しいですね。これちょっとスキップしましょう。他を埋めていきましょう。25 down、これいけます？ trivial。まあ、些細なとか。でも、こういうヒント全くないからな。お、ハッピーさん、ベゴニアってあるんですか？23 figure。 ちょっとじゃあラベンダーはちょっとスペル違いますね。 LA なので。あ、ペティ確かにペティありそうですね。トリビオはこれでもそうするとさっきのハッピーさんのベゴニアが入らなくなりますね。ペティちょっと入れときましょうか。それっぽいんで。はい。で、23、シェイプ。お、ティムさんさん、ペットニアがあるんですか？なるほど。なるほど。これは自分では絶対できなかった。あ、ももさん、いいですね。ハッピーさん、ミカさん、素晴らしい。23、フィギュア。そうですね、形。そう、フィギュアスケートのフィギュアって形って意味だったの皆さんご存知ですか？それなぜかというと昔はそのアイスリンクにこう形を描く競技だったんですよ。例えば丸とか四角とかで、できるだけ完璧にその形を描いた人が優勝するっていう、そういうあの競技だったんですよ。今は全然関係ないですけどね。そう、だから形って意味です、フィギュア。育てやすい花です。あ、そうなんですね。ペチュニア。これ合ってますか、発音。ペチュニア。そう、花はね、本当に、結構あの、競技クイズ大好きなんですけど、植物の問題が出たときは、もう本当にお手上げなんですよ。全然わかんなくて。ペチュニア。ペチュニア。ありがとうございます。さあ、そろそろ終わりそうですね。次は、これいきます？あ、これ、urgent って誰か言ってましたね。pressing, urgent。はい。で、19、19 down。delicate problem。これどうします？あれ、25。別の候補が出ましたよ。veneba。ただまあ23のフィギュアは絶対合ってると思うんで B は入らないと思うんですよね。 I だと思うんですよね。そう、これわかります？19 Delicate problem。 T
え、なんだこれ、わからん。ちょっとじゃあこれは置いといて、20、ん？ウィンタースポーツマン、え、あれかな、これは具体的なスポーツの、スポーツをする人の名前、冬のスポーツの。自分が思ってるやつだったらそんなに難しくないです。あ、スケーターは入らないですね、5文字なんで。そう、スキーヤーかなって思いました。ミカさん、ショさん、そうですね、スキーヤーやりましょうか。もう皆さん早いですね、スキーヤー。はい、でさっきタイタニック19、なるほど、タイタニック。でもこれが K だとしたらタイタニックじゃないですね。チャンさんがティクラーですって。うん、ありえそうですね。ティクラー入れておきます。ちなみにこれまだ一つもチェックして、このチェックをしてないんで、間違ってるやつはある可能性はいくらでもあります。さあ、これいけそうですか。え、22 down、 former coin、 かつてのコイン、昔のなんか通貨なのか、コイン、なんだ、日本で言うと小判とかそういう感じの単語になるのかな。ちょっと難しそうですねこれ。うん、これはじゃあちょっと置いといて、やたらなんか花が多いんですけど、 flower part、花の一部。ああ、これは多分、これは分かった。まあ、私も分かるぐらいなんでそんな難しくないです。あ、ももさんそうだと思います、ペトル。あ、翔さんそうですね、ペトルだと思います。花びらって感じですよね。で、22、ギニア、ギニア、これはそういう意味なんですかね。とりあえず入れてみます。チャンさんありがとうございます。ティムタムさんそうですね。じゃあこれ Make void。 ん？そう、ギニア、そうだね、ギニ、あれ、ギニアってたまに言わないですだっけ。これ日本語では言うか、パプアニューギニアとか。でもギニーって言いますね普通は。パプアニュー、なんで日本語ではギニアって言うんだろう、なんでだろう。でも日本語の方が大体元々の言語に発音が近い場合が多いんですよね。パリとかもそうですし、フランス語のね、パリに似てますもんね。英語ではパリスって言いますけど、だからギニア語っていうのあるのかな。イギリスのコイン、ありがとうございます。バルキアさん、初めて配信来れました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。初のゲーム配信でございます。クロワッサンも、確かに。クロワッサンって。あれ、でも英語でもクロワッサンは普通にクロワッサンって言うかな。はい、じゃあ、次、ショさんがアノー。あ、これか。メイクフォーイ。無にする、無意味にする、結構難しいやつですよ。あ、フレッシュマンさんも29、シグナル、一文字目が分かんないとね結構難しいですよね。シグナル、うん、これができれば、え、サヴァン、サヴァンで4文字、サヴァン、これこそフランス語ですね。何でも知ってるって意味のサファン。あ、知識って意味にもなるのかな。サバン、サバン症候群のサバン。わかります？セグ。あ、高野さん、多分そうですよ。セージです。セージ。セージ。その、賢者とかそういう意味にもなりますね。セージ。ジェスチャー、
これか。シグナル、ああ。その通り。さあ、あと2つで終わります。全部正解かちょっとわかんないですけど。チャンさん、セージ、そうですね。さあ、これはなんだ。フレッシュ・ウォーズ・メモ。ああ、これは多分わかります。もうヒントがいっぱいあるんで。一文字目さえ出れば多分できると思います。さあ、ハッピーさん、そうですね。ジェスチャー。どうだ、これはわかるか。30番。アーム。アームってどこだ。ホヌさん、こんばんは。アームはどこですか。お、ショウさん、そう、私もそうだと思います。あて、あれ、アームってなんで出てるの。さっきから。どこが。え。あ。28番見てるんだ。あ、これね、はい。今これやってます。30。あてですね、あて。はい、でこれはそうですね。リム、アーム。さあ、31は意外と難しい単語ですよ。Female horses。お、おかねチャンネルさん。あ、おかチャンネルさん。その通りですね。Mare ですね。Mare して複数形の S。おー、正解。やった。皆さんおめでとうございます。皆さんの力で。なんとか35分で終わることができました。すごいな皆さん。なんでこんなにすごいんですか。多分自分では知らないやつね、結構ありましたよ。多分どれが出なかったかな。これは絶対出ないですね。なんだこれって感じでしたね。あとは鼻系全然絶対できなかった。これは絶対出なかったですね。ペチューニアと。ギニーもちょっと出なかったですね。あとはなんだっけな。もう一個ありましたよね、なんか。これか。キュームンとか絶対出なかったです。ゆうたさん、今日のワードをやりました？やりましたよ。今日のっていうか、いつもあの夜中の12時にアップデートされるんで、アップデートされた瞬間やります。おー、皆さんありがとうございます。パチパチパチと。お金チャンネルさんって言っちゃいましたね。おかチャンネルさんでした。失礼しました。2個しか分からなかったです。ああ、でもいいじゃないですか。結構難しい単語いっぱいあったんで。全然分かりませんでしたと。いやいやいや、フレッシュマンさんもね、正解してましたよ。これ全てできる人のレベルとして英検何級ぐらいですかね。いや、でも、やっぱ1級持ってないとできないやつもありますよ。イーグレスとか。イーグレス。ヒントの方ね。イーグレス。あれ？どこだっけ？こういうのとか。これは、あ、でも、ただ、クロスワードのいいところって、この、他のところが埋まっていくと、当てやすくなるんですよね。うん。でもそうだな。それでもやっぱまあ、1級ないと結構厳しいの多いですよ。動物の名前とか、こういうのとか、だって、準1級とかでも絶対出ないですもん。メアって。1級でさえ出ないと思います。ラスティックとかもまさに1級ですね。うん。でもね、中には、こう、キャプテンとかね、リミットとか、まあ2級とかでもできそうなやつはありますけど。うん。あ、皆さんありがとうございます。単語が難しいですと。でもね、これやりながらなんか語彙力が上がると素晴らしいですよね。ワードって何ですかってあります。ワードは今流行ってる英単語ゲームですよ。5文字の単語を6回以内に当てないといけないっていう。全世界がハマってるゲームです。ぜひ検索してみてください。私も動画出してるんで。コンフェビュレーション。そう、これ自体もね、あんまり私は使ったことない単語なんですよ。コンフェビュレーション。あ、ちょっと。コンフェビュレーション。使い方全く分かんないですね。うん。Conversational discussion。Formal or humorous って出てます。フォーマルあるいはちょっと面白おかしく使う。うん。これは馴染みがなかった単語ですね。
どうしてもラスティックよりビューカリック。そう、そういう系の単語結構多いんですよね。アイディリックとかね。あ、ティムタンさんもワードルハマってますか？センセンさん、見てるだけでも楽しかったです。あ、いいですね。そう言っていただけると嬉しいです。ワードの結果ツイートしてほしいです。あれ結構でも鬱陶しいと思ってる人が多いかもしれないんで躊躇しちゃうんですよね、うん、今日大学入試初日でした。おお、お疲れ様でした。気分転換にお邪魔しています。ぜひぜひ。気分転換って言ってもがっつり勉強できますけどね。それがクロスワードのいいところなんですよね。ゲームだから面白いけど、まあ新しい学びがあると、まあ、私も今日ねたくさん新しい花の名前を覚えましたよ。覚えたっていうか、多分明日聞かれたらもう忘れてると思いますけど、だから復習が大事です。宮原さん、今日はこれで終わりですか？そうですね、一応今日はこれで終わりにしようかなと思います。ワードはニュークタイムズに買収されましたね。ああ、なんかそう聞きました。まだ詳しく読んでないんですけど、ニューヨークタイムズが買収したってことは見込みがあるってことでしょうね。これからもっと人気になっていくんじゃないですか。どうやってそれをね、なんか それを使って儲けるか注目したいですね。宮原さん、もう一回やりましょう。もう一回ですか。私この後ちょっとね授業があるんですよ。太鼓さん、馴染みのない語が多かったけどみんなでやると楽しい。そうなんですよね。なんかそう、みんなの力を合わせて終わらせた感じがあったので。音の葉単語もやってます。あ、そういうのがあるんですか。藤井さん、仕事で使うフィビュラはサクッと出ましたが。あ、なるほど、医療関係なんですかね。初見の単語が多かったので明日にでも復習させていただきます。ぜひぜひ。そう、なんかね、こうどうせならばちょっと学んでいきましょうか。どれがいいですか。なんかキューメンとか見ます。じゃあこのギニーがどんなものなのかちょっと見てみましょうか。ちょっとじゃあ画面変えて、ギニー、そう、ギニーって言ったらギニーピッグなんですよね。あのモルモット、日本語で言う、そう、ギニーピッグね。ギニーコイン、なるほどね。なんと、いやー、これは初耳ですよ、こんなの。 The guinea was a coin。 なるほどね、勉強になります。お、山下さん、こんばんは。終わっちゃいました、クロスワード。今単語の復習をしてます。ハッピーさん、みんなで携帯を取り合ってめちゃくちゃ盛り上がりました。楽しかったです。そうですか、それは嬉しいですね。イプさん、ここの方々、暴力的な知識量で萎縮してしまうけど、同時に英語のモチベをもらえてとてもいい機会になりました。いやー、そうですね、本当にびっくりしました。この難しい単語の出る速さ。素晴らしいですよね。面白かったです。呼び方ベビーちゃんで大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます。じゃあこれからベビーちゃんって呼びますね。みちこさん、楽しかったです。またやってほしいです。ありがとうございます。パルキアさん、今から授業大変ですね。頑張ってください。ありがとうございます。そう、まあオンラインのやつなんですけどね。マウンテンさん、If you do a lot of crosswords, the same words come up. お、そうなんですね。じゃあいい復習になりますね。アトイさん、全然わからなかったけど楽しかったです。よかったです。ミカさん、次回やればパズルを右側に表示してほしいです。チャットが右側に出てるので見えなくなる。え、そうなんですか。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってくださいね。こうすると、チャットが右側。今私携帯で見てるんですけど、携帯だとチャット下に出るんですよね。あ、ただ横にすると右側に出るんですけど、あれ、何か見づらくなります。あれ、何、どういうことだ。ん、ちょっと待ってくださいね。あ、左に出ます。チャット
ートが左に出てくるので見えなくなる。あー、え？ちょっと待てよ。あ、携帯で見るときですか？確かに。でも、今これ見えます？最近ちょっとね、多分アップデートしたら、こうなるんですよ。こうやって、見えますか？こういう風に出るはずなんですよ。確かに昔は、そう、左側に出て被るんですよね、画面に。多分アプリをアップデートしたら変わると思います。そっか、確かにそうだとね、見づらいですよね、コメント邪魔になっちゃいますよね。ワード3行目で正解できました。なんと素晴らしい。カナさん、ギニーってシャーロック・ホームズの小説とかで見た気が。ああそうなんですね、なるほど。宮原さん、このクロスワードはどうやったら遊びますか？これはですね、簡単なやつを検索したんですよね。ちょっとこれ出るかな。こんな感じですね。見えます？これ。あ、見えないか。ちょっと待ってくださいね。これ見えますか？見えないか。ちょっとじゃあ。どうすればいいんだ。これで見えますかね。あんま見えないか。Evening Standard、 The Evening Stanford Standard's Easy Crossword で検索していただければ多分出るかなと思います。でこれもね、毎日1個しかできないんですよ、ワードと同じで。あ、ミカさん了解しました、アップデートします。ぜひぜひ試してみてください。そうそうそう、多分そう、アップデートの問題だと思います。うん。あるいはまあ、こう、縦で見ていただければ、コメントは下に流れるんで。イップさん、大学の期末試験対策してるので、お先に、おいとまします。あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。頑張ってください。宮原さん、ありがとうございます。挑戦してみました。ありがとうございます。ミカさん、イージー。そう、一応そうなんですよ。これがイージーなんですよ。そう、ハードは本当にできないです。本当に難しいです。なんかそれこそ、単語だけじゃなくて知識が必要になってくるんで、歴史上の人物の名前とか。でも、このね、皆さんと一緒ならなんか、できちゃう気がしますね。すごい人たちが集まってくれるので。うん。ということで、今日はですね、本当に思いつきでクロスワードライブやってみたんですけど、楽しんでいただけたようで大変良かったです。またね、なんかやりたいですね、まあ、クロスワードじゃなくてもなんか他のゲームでもいいですし、なんか英語のね、こういう英単語ゲームって結構あるんですよね、いろいろ。スクラブルってわかりますか？スクラブルとかもいいかもしれませんね。フィギュアスケートでなんでフィギュアなのか初めて知りました。おお、そうなんですよ。私も初めて知ったときは感動しましたね。楽しかったです。ありがとうございました。と、よかったです。パルキアさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。カナさん、ありがとうございます。楽しかったです。と。はい。ということで、またいつかね、会いましょうね。で、多分今週中に、ちょっと面白めの動画を出しますと思うので、英語の勉強法についての動画です。いやー、たくさんの人にぜひ見ていただきたいですね。私のチャンネルで初めて長尺動画、90分ぐらいの動画出しますので、見ていただければ大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日のライブ配信はここまでにさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。また会いましょう。